で、なんか、方向が一緒だったら、ちょっとこれ、運命だなとか。そっちの運命話ですか。運命だなっていうか、悪いなとか思わない？なんか、あ、同じ方向とかに行ったら、なんか、ついてる感じ、ね。なんか、ね、あー、それもありますけどね。ね。でもなんか、また目がちょっとあったら、次ちょっと声かけてみようか。ストーカーの気してありますよ、それ。危ないです、ね。未だにそういうこと考えながら。女の人好きなんだよね。女の人好きですよ。車とか乗ってても綺麗な子いたら、あら、ちょっとなんかゆっくり走って。声かけたりとかするそれで。いや、それもさすがにもうないですけど、今は。井戸田さんは、あれ今はもう お再婚はされたんだよ。お前はさ、前の女房はどこで会ったわけ？あ、そうですね。え？やっぱ気になりますよね。え、どこで会うのああいう人と。え、ドラマでもやったのお前。やってないです、やってないです。え、何の出会い、ね、何の出会いって、その、ヒロミさんたちの方が気になるでしょ、それ。いや、俺の出会いも話したから。はい、さっきを聞きましたんで。うん、まあね、元マネージャーさんのお話を。お前何の出会いなの？ああいうの。僕、あれなんですよ。マジで。うん。向こうが、なんか気に入ってくれてた感があって。スピードワゴン。向こうから来たんだ。そうです、そうです。じゃあ俺と一緒だ。ひろみさんもなんかそんな部分。そうだよ、俺も向こうからグイグイ来たから。めんどくせえな、松本いいよって言ったんだから。イオンさんの方がファンですって。めんどくせえな、なんか連れてくる、ゴルフとか連れてくるの嫌だな、なんか怒られそうだもんな、とかって。そうだったんだ。八木さんそうだったんですか？あ、そうだったね。なあ。川田町で。川田町で。川田町で。まあ、会うたんびなんかさ、あ、これ。で、野球とね。で、八木はゴルフやるの知ってるからさ、ゴルフ行きましょうよ、とかってさ、嫌だとは言わないじゃんね。はい、あ、じゃあ今度行こうね、なんて言いながらさ、会うたんびにするめんどくせえな、おい。松本伊代。ゴルフやったときは、伊代さんの方からちょっとアピールがあったんですか？いや、まあなんか、遊びにっていうかね。へぇー。でも怒られちゃうじゃんね。まあちょっとね。いやー、まあ、当時のトップアイドル来たらもうダメでしょ。ビビるでしょ、そら。ね、でも、よかったですね。何が？ゴールインされて、ね、家庭で。いや、今ちょっと今、契約なめて。え、なんで？今、ちょっとね、いろいろあるんですよ、ひろみさん。今、ちょっと俺、ママと揉めててさ。そうなんですよ。もう一週間ぐらい、ちょっと今。口聞いてないんですか？口聞いてないんだよ。やばいじゃないですか。やばいです。俺はママもしか。今、ちょっと離婚考えてる。あ、これ、危ないですよ。文春が見てますよ。危ないですよ、今の一言。ちょっと今。危ないです。わ、まじか。もしかしてね。俺もどっかでそれ言おう。ひろみさん、ちょっとやばいらしいです。それまた人に言うと本当のことになって言っちゃうから。結構やばいよ。結構やばい。マジで冗談ですから。やっぱそりゃそうだよね。芸能界復帰して忙しくなって。あれひどいよな。なんかやっぱもうちょっと、飽きちゃったんじゃない？ねえ。井戸田さん、しかもあれですよ。ステーキを焼かれてて、塩取ってって言って、間違えて砂糖を取ったところからの喧嘩ですから。え？ちょうど例のセリフがぴったりですよ、もう。ステーキ食べたら何つったと思う？甘ーい遅えな、お前。お前、遅えな。ちょっと泣いてありましたよ、今の。お前。僕も砂糖だったんで。お前、すげえ、ステーキで10、あ、え、10なのかな？ 10 じゃないのね。お前、バカだね。どっちか迷っちゃって、今。お前さ、今の君に、そうですね、今のみんなのコメントで遅い、遅っ、遅っって言ってますよ。遅えよ。遅えよ。せっかくヒロミさん振ってくれたね、遅っ。だから砂糖で振り直してもらった時に言えたじゃないですか。だから僕も思わず砂糖なんでって言っちゃいましたよね。普通はさ、すいません。いや、お前の、まあ、銃も抱えてるし。確かに、銃もね、自分の案件抱えてるんでね。そうそうそう。どっちを今求められてるのかわからない。でも、塩と砂糖って言ってるから。それで、出ないんだもんね。出ないんです。そら、ノンストップ止まりだわ。ノンストップ止まりってどういう口が悪すぎるでノンストップもいいですよね。ノンストップ止まりってどういうこと、ノンストップもね。本当にさ、お前さ、コメントもお前のノンストップ俺すっげえ見るんだよな。お前何曜日？俺月曜日です。あ、俺月曜日ってすげえ見てんだな、じゃあノンストップ。よく見んだよな、お前のノンストップ。月曜日別に俺のノンストップじゃないですけど。本当に。でももう、井戸田さんのって言ってもいいんじゃないですか？いやいや、そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。言えないし。設楽さんにぶち殺されるんですよ。なんか、遊びにっていうかね。へぇー。
でも怒られちゃうじゃんね。まあちょっとね。いやー、当時のトップアイドル来たらもうダメでしょ。ビビるでしょ、そら。ね、でも、よかったですね。何がゴールインされて。ね、家庭で。いや、今ちょっと今、契約なめて。え、なんで今ちょっとね、いろいろあるんですよ、ヒロミさん。今ちょっと俺、ママと揉めててさ。そうなんですよ。一週間ぐらいちょっと今。口聞いてないんです。口聞いてないんだよ。やばいじゃないですか。やばいですよ。俺はママもしか。今ちょっと離婚考えてる。あ、これ危ないですよ。文春が見てますよ。危ないですよ、今の一言。ちょっと今。危ないですよ。わ、マジか。もしかしてね。俺も。お前はさ、前の女房はどこで会ったわけ？あ、そうですね。え？やっぱ気になりますよね。え、どこで会うの？ああいう人と。え、ドラマでもやったのお前。やってないです、やってないです。え、何の出会い、ね、何の出会いって、その、ヒロミさんたちの方が気になるでしょ、それ。いや、俺の出会いも話したから。はい、さっきを聞きましたんで。うん、まあね、元マネージャーさんのお話を。お前何の出会いなのああいうの。僕、あれなんですよ。マジで。うん。向こうが、なんか気に入ってくれてた感があって。スピードワゴン。向こうから来たんだ。そうです、そうです。じゃあ、俺と一緒だ。ヒロミさんもなんかそんな部分。そうだよ、俺も向こうからグイグイ来たから。もうどっかでそれ言おう。ヒロミさんちょっとやばいらしい。それまた人に言うと本当のことになって言ってやるから。結構やばい。結構やばい。マジで冗談ですから。やっぱそりゃそうだよな。芸能界復帰して忙しくなって。あれひどいよな。なんかやっぱもうちょっと、飽きちゃったんじゃない？ねえ。伊藤さん、しかもあれですよ。ステーキを、焼かれてて、塩取ってって言って、間違えて砂糖を取ったところからの喧嘩ですから。え？ちょうど、あの、例のセリフがぴったりですよ、もう。ステーキ食べたら何つったと思う？はい、砂糖だったんで。甘ーい！遅えな、お前。お前を。めんどくせえな、松本いいよって言ってたんだから。イオンさんの方がファンですって。めんどくせえな、なんか連れてくの、ゴルフとか連れてくの、やだな、なんか怒られそうだもんな、とかっって。そうだったんだ。ヤグさんそうだったの？あ、そうだったっていい。なあ。へぇ、川田町で。川田町で。まあ、アウタンビーなんかさ、あ、で、ヤギとね。で、ヤギはゴルフやるの知ってるからさ、ゴルフ行きましょうよとかってさ、嫌だとは言わないじゃんね。はい、あ、じゃあ今度行こうね、なんて言いながらさ。で、アウタンビーにそんなのか。なぁ、めんどくせぇな、おい。まあ、松本よ。ゴルフやった時は、伊予さんの方からちょっとアピールがあったんですか？いや、まあ、で、なんか方向が一緒だったら、うん、ちょっとこれ運命だなとかそっちの運命話ですか運命だなっていうか悪いなとか思わない？なんか、あ、同じ方向とかに行ったらなんかついてる感じ、ね、なんか、ね、ああそれもありますけど ね、 ねでもなんかまた目がちょっとあったら次ちょっと声かけてみようストーカーの気質ありますよ、それ危ないですよね、未だにそういうこと考えながら女の人好きなんだよね女の人好きですよ車とか乗ってても綺麗な子いたら、あら、ちょっとなんかゆっくり走って。声かけたりとかするそれで。いや、それはもうさすがにもうないですけど、今は。井戸田さんは、あれ今はもう、ご再婚はされた